はいどうもこんにちはクレです、よろしくお願いします。さあということで今回はユーザーが考えるペロスペース新イベ集やっていきたいと思います。はいということで先日ね結果発表動画も出してますけれども、人気イベントランキング、そして不人気イベントランキング、そのアンケートにね実はもう一つの要素がありました。それがですね、こんなイベントがあったら面白そうというね内容を自由に、記入できる欄をね、設けておりました。でまあ実際どれぐらい集まるかな、まあそんなに集まらんじゃないかなと思ってたんですけど、蓋を開けてみるとね4000件以上もの、たくさんのアイデアが、送られてきました。いやこれはねちょっとめちゃくちゃ貴重な情報なんじゃないかなと、まあ、下手したらワンチャン運営サイドが一番欲しいんじゃねっていうぐらいの、まあ、価値が高い情報なんじゃないかなって、まあ、ちょっと思ったりもしますけれども、まあその一部をね、今回は動画の方で紹介していこうかなと思います。まあぜひね皆さんもこんな新イベント来たら面白そうとか、まあいろいろな想像をね、しながら見てもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ早速本編いきましょう、どうぞ。さあということでまずはちょっと本題に入る前にですね、もう一つ発表しないアンケート結果があったんでこれ紹介しておきたいなと思います。内容的には直近2年以上来てないイベントで復活してほしいものはというね、内容だったんですけれども、もうちょっともうこれ結果をね、一画面でドドンと出しちゃいたいなと思います。第2位から第4位までこんな感じになりました。はい、ミリオンマネジメント名称アリーナ長子くんオンステージですね。まあ概ね想像通りかな、長子くんオンステージ意外と票入ってなかったなっていうまあ感じだったんですけど、栄えある第1位。まあ栄えあると言うべきなのかちょっとわかんないけど。第1位はですね、該当なし王は全て知らないというね、結果になりました。ということはまあ、やっぱり廃止して正解だったのかもね。ちょっとわかんないけど。まあ個人的には結構これ3つとも復活してほしいなって、復活っていうかまあもう1回やりたいなぐらいな感じではあるんですけどね。まあでも全て知らないっていう意味でね、ここに投票したっていう人も多いんじゃないかなと思うので、まあ最近ね、始めた人の多さを感じる部分でもあったかなというふうには思います。はい、ということでじゃあここから本題ですね。まあプロスペース新イベアイデア集というところで、ちょっと紹介をしていこうかなと思うんですけど、まあ大きく分けて今回3つのジャンルで紹介していこうかなと思います。まず1つが面白そうだし実現もありそう部門で、2つ目が面白そうだけど実現難しそう部門で、3つ目が番外編ですね。まあジャンルというかちょっとどこに振り分けようかわからないみたいな、まあそんなものをちょっと、3つ分けて紹介していこうかなと思います。まずは面白そうだけど実現難しそう部門から、やっていこうかなと思います。まず1つ目はこちら、プロスピカジノですね。これどういう内容かっていうと、 V ロードや試練等で集めた資金かっこポイントをプロスピ仕様のルーレットや競馬ポーカーなどでかけて増やしていき、増やしたポイントで契約書やエナジーなどと交換していくとかいうイベントがあったら面白そうですと。まあこれあの視聴者さんがね、書いてくださったものをそのまま起こしたね文章にはなってるんですけれども、まあこれ個人的にはめちゃくちゃ面白そうだと思ったし、ワンチャンあるんじゃねってちょっと思ったんですけど、まあでもどうなんだろう、ギャンブルチックみたいなところはなかなかまあ全年齢を対象にしているゲームの中ではまあやりづらい部分でもあるのかなということで、この部門にね、入れさせてもらいました。いやでもね面白そう、めちゃくちゃ面白そう、ギャンブル中毒者生まれそうやね。まあ、あと結構パチンコ、プロスピパチンコとかプロスピスロットみたいな、まあスロットはね言ってもあのなんかあるっちゃあるような要素でもあるかなと思うんですけど、まあそういったね、まあ結構ギャンブル性のあるものを書いてる人とかもいましたね。同じようにプロスピミリオネアとか、うん、書いてる人とかもいました。続いて2つ目、 MLB コラボイベントですね。はい、まあこれもね非常に多く、寄せられてた内容で、まあ似たようなところで言うと WBC の再現イベントが欲しいとかっていう声も結構あったかな。まあでもね、まあその再現系で言うと、まあ再現じゃないんだけど、まあその国際大会のイベントで言うと東京オリンピックの時のね、まあ、イベントが大不評だったんで、まあそれを受けてねなかなか今回 WBC 関連やんなかったっていうところもあるのかなとも思いつつ、まあいろいろ権利の部分でも難しいのかなという感じではあります。でまあそのね、アイデアを出してくださってた方の内容を見ていくと、まあ、タイトル的には熱戦メジャーリーガー、権利的には難しいと思いますが現役や歴代のメジャーリーガーと戦いながら全米制覇を目指すイベントがあったらいいなと思いますと。まあやっぱりメジャーリーグにね、まあ今こういろんな話題が持ってかれてる部分もありますし、まあ、持ってかれてるって言い方あんまり良くないか、まあ、盛り上がってる、まあ、メジャーリーグ盛り上がってるなというところももちろんありますので、まあどっかのタイミングで考えてなくもないのかな、どうなんだろう。まあプロ野球スピリッツエースというね、まあ、NPB を題材にしたゲームでありますけれども、
まあ、今後の情勢次第ではもしかしたら実現もあるのかもしれないですね。はい、ということで、まあ、以上がねちょっと実現難しそうな部門という感じだったんですけど、まあ、ここでね一旦番外編をちょっと挟もうかなと思います。まずはこちら、目指せ阪神園芸、画面をスワイプしてグラウンドを整備するイベント、雨が降ってくるとポイント2倍、ランキング形式で1位になったプレイヤーは甲子園の土とトンボ10本がもらえる。神イベの予感。神イベか。まあ甲子園の土はちょっと欲しいけど、トンボ10本も普通に一般の人がもらって何に使うんよっていう、まあ、少年野球チームに寄付とか、まあ、そういう感じになりそうだけどね。であと画面をずっと一生こうやって整備するためにスワイプしてる絵もなかなかシュールだけどね。まあ、でもちょっと面白かったんで、番外編にさせてしまいました。続いて大乱闘プロスピブラザーズ、もう重くそパクリなんだけどね。自分が所持している選手を使用して、スママルラのように自由形式で、戦うと。選手の性能によってキャラの特徴が変わる。周東選手はスピードがあるが攻撃力が低い。岡本選手は攻撃力が高いがスピードが遅い。立浪和義監督は銃が使える。大山雄介選手は優しいなど。いやいや雑すぎでしょ。もう突っ込みどころしかない。もうどっから突っ込んでいいかもはや分かんないけど、まあでも選手をこういったいじり方は多分運営はできないだろうな。続いて集まれプロスピの森。いやもうこれも重くそ某ゲームのパクリなんだけど、試合を進めて家具などを集め最終的に家を作る森的なイベント。ただ試合をこなして候補から選択する。累計も1回2回3回を作るあたりで完成。1回はなんとなく、2、3回は好みで分かれる。家具のやり直しや削除はなしで、決まった場所に椅子や水槽や壁紙などを選択しておくだけ。運営側の負担を減らすため。あ、運営のことまで考えてるんや。オーダーや経験値といった仕組みはヒーローズと同じ。たまにアルモンテがレアなインテリアを売ってくる試合があり、経験値やポイントが美味しいと。まあでもなんかね、そう、さっきのプロスピブラザーズに比べれば、まあパクリっちゃパクリだけど、まともになんかイベントに落とし込んでるから、まあありかなってちょっと思った。まあでも確かになんか衣食住みたいなところで言うと、まあ食はね、まあ、球場飯がありますけど、まあ衣と住の部分はこういう感じでなんかイベントと絡んでも、まあ親和性っていうか誰しもがね経験する人生において必要な部分なんで、まあまあありっちゃありかも。続いて番外編ラスト、こちら超推しくんの恋愛シミュレーション。誰に需要があんねん。はい、ってことで、まあここからはね割と実現ありそうなアイデア紹介ということで、やっていこうかなと思います。まあちょっと番外編はね、まあ、ネタ臭いのも多かったんですけれども、ちょっとここからは真面目にちょっとピックアップさせてもらったんで、ぜひ見てください。まずは一つ目、こちらプロ野球タイトル予想ですね。シーズン開始前に本塁打王、首位打者、最多勝などのタイトル獲得選手を予想して、シーズン終了後に答え合わせをすると。報酬は何個か出たら S ランク自チーム契約書とかというね。まあ順位予想のねイベントシーズン開始前にありますけど、まあそれをちょっともっと、まあ、具体化したような内容も面白いんじゃないかというね、意見でした。まあまあこれは結構面白そうだけど、まあその選考選手をどこまで絞るかみたいな、まあ、ノミネート選手が多分運営サイド大変そうだなっていう、まあ、懸念はちょっとパッと見思いましたね。まあでもそれこそ2023シーズンみたいな村上選手のねタイトル獲得とか、前のシーズンまでねそこまでなかなか一軍での実績がない選手とかがタイトル取った時に当たってたらね、この辺りは自慢できそうですよね。で続いて2つ目、こちらプロスピピンボールですね。はい、内容的にはコインゲーム等にあるピンボールゲームを模した形のイベント。引っ張る強さ等でヒットかうとかホームランかなどが決定されると。まあなんか某ストライク系アプリにね、アプリゲームになんかちょっと似た感じになりそうな雰囲気もしなくもないですけど、なんだったかな、ピンボールと野球関連のなんかつながったイベント、ドリナイの時かな、ドリナイじゃないかな、なんか何かしらの野球系でやったような気もせんでもないですけどね。まあでもミニイベとかだったら結構面白そう、ルーレットの派生型みたいなイメージかな。続いてこちらプロスピフィッシング、これね結構面白そうだなと思った。内容的には試合をして餌を集める。集めた餌で調子くんが魚釣りをする。魚を釣ったらアイテム獲得。釣れた魚の種類や大きさによって獲得アイテムの種類や量が変化。累計獲得フィッシングポイントで累計報酬を獲得と。一定のフィッシングポイントが貯まると釣り竿のレベルがアップ。レベルが高いほどレアな魚が釣れやすくなると。いやこれね面白そうじゃない。だし結構ね野球と釣りって親和性、まあ親和性というよりなんだろうな、どっちも好きみたいな。このプロ野球の OB 選手とかでも、まあ、現役選手でもそうですけど、まあ、オフにねこう釣りによく行くみたいな、まあ、趣味で釣りしてますみたいな人とかも多いんで、まあ割となんかユーザーの心くすぐるイベントになるんじゃないかなっていう気もしなくはない。まあこれも多分まあ 3,4 日とか、まあそういった試合系イベントみたいなね、まあイメージかなと思いますけど、これどうすかコナミさん。
結構個人的には推したい。続いてこちら、あの頃の臨場感をもう一度カムバックエースということで、まあ内容的にはエージェントエースの過去選手版みたいな感じで、ホニャララとホニャララの期間に登場した選手がエージェントエースみたいな感じで登場すると、まあ言ったらだから2015から2016みたいなね感じで、まあその時の選手だけが出るエージェントエースってことだよね。まあ結構これはね、同じようなというか、まあジャンル的に似てるところで、まあその過去の選手を使えるようなイベント、まあ例えばまあ今で言ったら弾道アーティストになってるギータですけど、まあ元々はラインドライブだったりとか、まあそういう時代とかもねあったりするんで、まあそういった過去のもう今は絶対に使えない選手みたいなのを、まあ、使ってみたいみたいな、コメントも多かったんで、まあ、それをちょっと具体的に、まあ、どういうイベントだったらできるかみたいなのを落とし込んだ、アイデアということで、まあこれどうなんだろうね。まあ今もでも現役の選手とかだったらできなくもなさそうだけどね。まあ強いて言うんだったら写真のユニフォーム関連の版権がどうかとかそういうところがあるかな。まあでも普通に面白そう。まあ長くやってる人は懐かしみながら、最近始めたよって人もこんな時代があったんだみたいな、知らない時代をできるっていうのは結構楽しそうですよね。はい、残り少なくなってきました。残り2つ、まず1つがこちら OB 総選挙ですね。はい、内容的にはアニバーサリー総選挙みたいに OB 選手を投票して選ばれた選手がスペシャルリアリティで登場と、まあ言うたら丸々セレクションをユーザーが選ぶみたいな感じよね。まあこれもね結構面白そうだなと思ったし、同じような意見を書いてる人がめちゃくちゃいました。まあ実現可能度で言うとどうなんだろうな、まあそんなに高くないのかなっていう、まあアニバーサリーとまたね、違う難しさがまあ OB はあるんじゃないかなっていう気もするんですけど、まあでもどっかしらのタイミング、それこそ10周年とかもう節目の周年の大きいイベントに、まあこういうのを入れていくっていうのもまあ面白いんじゃないかなっていうのはちょっと思ったかな。まあ毎年毎年やるようなイベントってしちゃうと、まあ、ちょっと難しいのかなっていう気はしますけど、まあもう本当に数年間に1回みたいなスパンだったらありかもね。はい、でついに、ラストでございます。まあ、個人的にですね、まあ、4000件以上集まったアイデアの中で一番やりたい、心をくすぐられた内容でした。それがこちら、歴代名場面シナリオプレイですね。内容的には過去の名場面を対象にしたシナリオプレイをシーズンオフのイベントにすると、まあ、例えば近鉄の北川選手が逆転満塁サヨナラ優勝決定ホームランのシーンとか、まあ、あとは日本シリーズ澤手3イニングまたぎとか、まあ、あとはいろんな選手の名記録達成の瞬間、まあ、それこそ村上選手の56号、まあ、ちょっと最近すぎるけどとかね、まあ、そういった節目節目のめちゃくちゃねこうプロ野球の歴史的なシーンを切り取ったシナリオプレイイベント、これはでも、ね、やっぱプロ野球ファンにはたまらない内容になるんじゃないかなと。でまあ元々あるシステムをねこう使うような感じになるんで、まあ、実現度的にもなくはないというか、まあ、OB がねこうかなり出揃ってきてるからこそ、まあ、実現できないこともないんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。どうでしょう小波さんこれ。はい、ということで、まあ、他にもですねまだまだたくさんいいなと思ったのはありまして、まあ、ちょっと尺の関係でね、まあ、フォーカスして話すのはこれだけなんですけど、まあ、主な他の案としては、まあ、キャッチャーや外野手にフォーカスした操作イベントであったりとか、また監督や球団オーダーになってマネジメントするイベントであったりとか、またドラフト会議をモチーフにしたイベント、まあ、今ガチャエースがねちょっとドラフト会議っぽい感じのやつになってますけど、まあ、確かに面白そうっちゃ面白そう、難しそうだけどね。まあ、あとは意外、個人的には結構意外だったのが野球盤にもっとフォーカスをしてほしいみたいな、まあ、声も結構ね、コメントとしてはありました。はい、ということで以上今回はユーザー考えるプロスペース新イベッシュということで、まあ、動画の方撮っていったんですけどもいかがでしょうか。まあこれは結構今までにない方面の動画、ベクトルの動画ということで、まあ、新鮮で面白く楽しんでいただけたんじゃないかなと思うんですけどもいかがだったでしょうか。まあぜひね、あのアンケート回答できなかったよって人もこのコメント欄でこんなイベントあったら面白そうとか、まあ今回紹介した中でこれやりたいみたいなのがもしあればね、コメント欄に書いていっていただければなというふうに思います。ということでぜひこの動画少しでも楽しんでいただけた方、今年も新イベントの登場楽しみになったという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。